カール・オーウェン・ハッペルは MLB の野球選手。投手。左投げ右打ち。ミズーリ州カルサグ出身。はじめ、マイナーで芽が出なかったが、1928年に昇格し、ニューヨークジャイアンツで10勝を挙げて、主力投手となり、1929年には18勝、5月8日、ノーヒットノーランを記録。その後はメジャーを代表する投手に成長した。1933年、23勝 308.2 イニングを投げ、防御率は 1.66 と4部門で1位。46.1 イニングス無失点の記録。ワールドシリーズでは20イニング自責点0、2勝を挙げるなど大活躍。MVP を受賞した。翌1934年も防御率2年連続1位。1936年26勝、勝率813、防御率 2.31 で3部門1位。2度目の MVP 受賞。その年から翌シーズンにかけて24連勝。翌年も22勝を挙げた。また、15年連続の2桁勝利を挙げている。上と横からの変幻自在な投球で、左腕投手独特の打者に近づきながら沈む、スクリューボールを決め球とし、その偉大さから、キングカールと呼ばれた。投手としての球種は、スクリューボール、カから、米書、ガイド2ピッチャーズより、メジャーリーグのオールスターの誇りは、ナショナルリーグの名投手、ハッペルとアメリカンリーグの好打者、ベーブ・ルースの対決が見たいという一少年ファンがコミッショナーに投書したことにあると言われる。ハッペル自身も1934年のオールスターで、そのベーブ・ルース、ルー・ゲイリッグ、ジミー・フォックス、アル・シモンズ、ジョー・クローニンら野球殿堂入りしたア・リーグの好打者を5人連続三振に切って取った。1943年に現役を引退し、翌1944年にハッペルがつけていた背番号11がジャイアンツ初の永久欠番に指定された。また、ナショナルリーグ初の永久欠番指定選手であった。ハッペルの背番号11、ニューヨークジャイアンツの永久欠番に1944年指定。引退後はジャイアンツのマイナーチームで長く後進の指導にあたり、ジャイアンツがサンフランシスコ移転後も長くジャイアンツに携わり、晩年はジャイアンツのスカウトとして活動していた。1947年にアメリカ野球殿堂入り。1988年にアリゾナ州スコッツデールで運転中に脳卒中を起こしたための自動車事故により死去。85歳だった。2013年、楽天の田中将大がこの記録を抜き、2014年にニューヨークヤンキース移籍後の5月20日に敗戦するまで日本 MLB 通算34連勝を達成している。今度は76年ぶり。マー君通算25連勝の世界記録更新スポーツ日本2013年9月13日記事。ありがとうございます。